ドラえもんジェットとは、ドラえもんのキャラクターが描かれた日本航空の旅客機。映画作品のタイアップから始まり、2016年からは、映画とは関係のないものも登場した。JAL では1994年に登場した、JAL ドリームエクスプレス2001年に登場した、JAL ドリームエクスプレス2 1 2005年に登場した、JAL ファミリー JET、2006年と2007年に、 登場した、たまごっちジェットに続く、アニメーションキャラクター特別塗装機である。JA89412010 年3月6日に公開された、ドラえもんのび太の人魚大会戦とのタイアップで登場した。ボーイング777から346型機に、ドラえもん、のび太、ハリボーの3名を描かれている。2010年2月中旬から4月末まで就航した。 これに合わせてドラえもんとタイアップした沖縄ツアーが JAL パックから発売され JAL の国際線機内ではドラえもんのび太の恐竜2006が国内線機内ではテレビ版アニメがそれぞれ上映された JA656J2013 年3月9日に公開されたドラえもんのび太の秘密道具博物館とのタイアップで登場した ボーイング767から 346ER 型機にドラえもん、のびた、ドラミ、ミニドラ、秘密道具が描かれており、2012年12月12日に羽田空港発徳島空港行き JL1435 便で就航した。機内ではドラえもんによるウェルカムコメントが機内ビデオで放映され、ドラえもんのヘッドレストカバーやノベルティのオリジナルクリアファイル、 ポストカードが用意される。これに合わせて、前回の沖縄ツアーとは反対に北海道ツアーが、同じく、ジャルパックから発売された。このツアーでは参加者にドラえもんジェットグッズが贈呈され、調度品が、ドラえもん一色のドラえもんルームや、ドラえもんスイーツが用意された。3月2日には、小田急電鉄と共同で、羽田空港内ジャル格納庫と、北見電車基地で、ドラえもんジェットと、 ドラえもん電車、カイトレーン、富士コ、カイ、富士尾ミュージアムを見学するツアーに、親子100名を招待した。3月24日をもって、運行を終了した。JA610JA2016 年9月22日、就航。今回は、映画とのタイアップではなく、中華人民共和国路線の活性化を図り、法日授業を取り込むために、 中国でも人気の高いドラえもんを起用したもので、国際線では初となる。主に日中路線に就航するボーイング767から 346ER が機に、タケコプターを乗せたドラえもんと、東京スカイツリーなど東京の街並みが描かれている。ほか、後方の上空扉がどこでもドアに見立てられて、ピンク色に塗装されている。 2016年9月22日から2017年3月末まで東京上海線を中心として就航する予定。機内サービスではオリジナル絵はがきが新呈されるほか特製シコップにより飲み物が提供される。なお、これらのサービスは中国路線の全便で実施される。当初の予定より延長され2017年7月中旬の国内線運用をもって 運行を終了し通常塗装へと戻された。JA622J2017 年3月4日に公開される予定のドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険とのダイアップで2016年12月30日の東京国際空港発福岡空港行き JL331 便で運行を開始し2017年5月下旬まで国内線で運行される予定である。 機材はボーイング767から 346ER 型機で、機体後方に映画の衣装を着たドラえもんが描かれているほか、JAL ドラえもん JET 同様に後方の乗降扉がどこでもドアに見立てられて、ピンク色に塗装される。なお前述の JAL ドラえもん JET も2017年3月まで運行されるため初めて2機のドラえもんジェットが同時に運行されることになり、 5月15日には、運用の都合で、伊丹空港において2機のドラえもんジェットが並ぶ、光景が見られた。同期の就航を記念し、2016年12月1日から2017年1月31日までの期間内に、同社の国内線に2回登場したものの中から、JAL ドラえもん JET、デカールモデルプレーン、JAL オリジナルドラえもんグッズ、 映画ドラえもんのびたの南極カチコチ大冒険ジャル限定試写会ご招待ジャルドラえもんスペシャル整備工場見学ご招待の4つの商品が合計1560名に当選するキャンペーンが開催される5月29日をもって運行を終了した2016年9月から国際線に就航したジャルドラえもん JET が好評だったことから2017年度にも 引き続き日中路線でドラえもんジェットを運行することが決定した。2017年5月18日の東京国際空港発北京行き JL21 便で運行を開始し、2017年7月まで羽田北京線と羽田甲州線で運行される予定である。使用される機体はボーイング787から846型機で、 前回のデザインを踏襲したケコプターを乗せたドラえもんと東京スカイツリーなど東京の街並みが描かれている。ほか、後方の乗降扉がどこでもドアに見立てられてピンク色に塗装されているが、ドラえもんの位置は機体後方に変更されている。前回と同様、機内サービスではオリジナル絵はがきが新定されるほか、特製シコップにより飲み物が提供される。なお、これらのサービスは、 特別塗装機就行路線以外の中国線でも実施される。2017年8月末をもって運行を終了した。ありがとうございます。